スバルとデートしてあげる。ハーフエルフの少女と約束を交わした。その後、夏希スバルは見知らぬ路地裏で目を覚ました。そこは異世界ライブラリ。彼の地に迷い込んだスバルの前に現れる青い髪の幼い少女。そして始まる死。エミリアという異世界召喚。それは私たちの宝物なの。名も知らぬ物語世界で死に戻りを終わらせる戦いが再び始まる。